神経性無食欲症、神経性無食欲症、神経性無食欲症とは、神経性痩せ症とも呼ばれる、病的な痩せを呈する接触障害であり、精神疾患の一種である。一般には虚食症、アノレキシア、アノレクシアとも言われる。若年層に後発し、ボディイメージの障害、自分は太っていると考えること、食物摂取の不良、または拒否。 体重減少を特徴とする、神経性食欲不振症、神経性食脂不振症、思春期痩せ症とも言う。糖疾患及び神経性退職症、過食症を合わせた、中枢性接触異常症、接触障害は、厚生労働症の特定疾患に該当し、重点的に研究が進められている。DSM5 では、神経性痩せ症の診断名も併記されている。 神経性無食欲症は、心理的要因、社会的要因、生物学的要因によって生じる、接触行動の障害となって現れる、精神障害である。特に心理的要因、ストレスによるところが多く、慢性経過をとることが多い。近年日本において、増加傾向にあり、また抑うつを伴ったり、身体的疾患を合併することもあり、心身に与える影響は大きい。 接触障害は大きく拒食症、過食症に分類される。拒食と過食は相反するもののように捉えがちだが、拒食症から過食症に移行するケースが約60から70%見られたり、極端な痩せ願望あるいは肥満恐怖などが共通し、病気のステージが異なるだけの同一疾患と考えられている。よって拒食症、過食症を区別する指標は、 基本的には正常最低限体重を維持しているかどうかのみである。アメリカでは平均体重の85%以下が虚食症に分類されているが日本では80%以下とされている。精神分析医のヒルデブルックは摂食障害をこれは食欲の病気ではありません。人からどう見られるのかということに関連する自尊心の病理ですと指摘している。 接触障害患者は根源的否定感を抱えており、食行動の異常の背景には暴爆たる自己不信が横たわっていると理解される。その不安を振り払うために強迫的に完全を思考するのである。接触障害は境界性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害との合併、あるいはそれらパーソナリティ障害の部分症状として顕在化しているケースも多い。 典型的な案の患者では、体重を落とすために始めたダイエットで達成感が得られ体重を落とすことを止められなくなってしまう低体重であっても自分の体重を多すぎると感じさらに体重を減らすことを望む鏡を見てもまだまだ痩せられると感じるのみであり体重が低すぎるとは考えない宗教上の理由から断食をする場合 政治的目的から断食によるストライキを行う場合、あるいはカロリーを制限することで長寿が達成できるという健康上の信念を持っている場合に食事を取らないか極端に食事の摂取量を減らす例があるが、これらは案ではない。時に案は拒食の反動から過食を伴ったり、その他否定形成の摂食障害へと病像が変化する場合がある。古くは 宗教的な意味合いから虚食になるケースが多く、増え始めたのは13世紀頃である。一般的に19世紀までは病気として扱われたことはなかった。ルドルフ・ベルの聖なる虚食には中世イタリアのカトリック261人の虚食聖女の記録がある。これらの聖女はほとんどが思春期の女性であった。 聖カタリナは16歳頃からパンとイクノナと水しか摂取せず、25歳までにはほとんどの食事を取らなくなったが、非常に活動的で各地を渡り歩いた。聖クララは月水菌は何も食べず、他の曜日もわずかしか食べず病気になり、聖フランシスコとアッシジシキョウが毎日1.5オンスのパンを食べるように命じ、回復したという。これらの成人の巨食は、 禁欲業としての断食のレベルをはるかに超えるものであった。その一方で医学的な捉え方は17世紀末から出始めている。1689年にジェームズ2世の G であるリチャード・モートンが拒色症の症例を初めて病気として記述した。その後の1874年にはビクトリア女王のご転移であったウィリアム・ガルが初めてアンレクシア・ナーボザ 神経性無食欲症と呼称した。19世紀後半以降から、英米物の中産階級の子女たちの間で、巨食症は大流行する。この病気の流行はこの時代の過不調制度によって抑圧され、出口を失った女性の生のエネルギーが自己破壊に向かったものとする見方がある。自分の思う通りにならない自分を接触行動において完璧にコントロールし、 痩せを維持できることは万能感、高揚感を与えてくれる体験である。食事をコントロールし、自らの体を過度にコントロールしようとする申請の背後には慢性的な不安が控えており、接触障害者は一様に強迫的な性格傾向を有する。案は精神神経疾患の中では致死率が高い疾患の一つであり、 最終的な致死率は5%から20%程度である。主な死因は極度の低栄養による感染症や不整脈である。患者は事故の体重が減少することに、甲骨を感じるため、自殺が死因となることは、神経性退職症と比較して少ないが、抑うつを伴い自殺を起とする例もある。案は、自らが太ることに対する恐怖感や、 体重を落とすことに対する快感を覚える。精神的要因から無食欲状態に陥り、食事を取らないか、極端に少量しか取らなくなり、無理して食べると嘔吐してしまう。あるいは、飢餓状態から突如過食をし、その後自己誘発応吐などの代償行為を行う。主な合併症は、以下の通りである。連海室代謝異常は、利尿罪の乱用が見られる症例では起こりやすく、時に、 低下流無血症から死性の不正脈をきたし、急死することがある。またこれらの個人に属する症状に加えて、極度の体重減少や、液種激性が、周囲との関係不良をもたらすことも、大きな問題となる。d s m 4 t r では次の4項目を、満たすと神経性無食欲症と診断される。排出行動が見られるかによって、制限型と無着意。 排出型に分かれる。確定診断のためには以下の障害のすべてが必要である。接触障害全体が日本で増加し始めたのは1970年代からであり、現代における有病率はアメリカやヨーロッパの先進各国と同水準である。ダイエットが若年層の一大関心事である日本における案は若年層、 特に青年期の女性に非常に多いことが特徴である。若年男性での案の発症も見られるが、男女比はおよそ1対20である。発症年齢が年々低年齢化しており、小学生での発症も増加している。近年では、思春期以降で発症する人も増加傾向にある。治療は一般に困難であり、長い時間がかかる。合併症や自殺のために、 経過の途中で死亡する例もある5%から15%程度。一方で、近代的なダイエットとは無縁のアフリカにおいて、アン様の病状をする症例の報告があり、宗教的信念との関連が考えられている。接触障害は虚食と過食が主な症状であるが、相互に排他的な疾患ではないため、背景にある精神病理を把握することが求められる。 神経性無色欲症が爆発的に増加したのは1960年代から1970年代にかけてと言われる。1966年にはイギリス出身のモデルであるレズリー・ホーンビーがデビューし、ツイッキー、トゥイッキー、またはトゥイッキーとも、小枝のようなほっそりしたノイという愛称で親しまれた。妖精とうわれた華奢な体型の彼女は、 ロンドンで行われた人気アンケートで年々順位を上げ、1976年には、首位に立っている。社会の価値観はそれまでのグラマラスな女性像に変わり、スリムな女性を理想像として迎えた。痩せていることは、国旗心、金欲、美しさ、高い精神性などの意味が込められており、今や、痩せることは女性にとって価値があることになった。接触障害の人にとって、この、 価値ががああるることがキーワーワドなのである自分には何の取り柄もないという自己不信を根底に抱える人は、その欲うつを防衛するために、人とは際立って違う、優れた、特別な自分であり続けなければならない。彼らは幼い頃から常に、自分が自分以上でなければならないという脅迫関連に支配されている。痩せを実現するには、食欲を抑え、 自分に打ち勝つ必要がある。痩せることに成功した時には自分をコントロールすることができたという万能感が得られる。幼い頃から課題に挑戦し自分に打ち勝って結果を得てきた彼らは結果を出すことで得られる賞賛と万能感により中核にある自己不信を救済する。彼らは負けず嫌いであり、そしていつも負けていると思っている。 現実の中で特別な価値の獲得に失敗した人は、せめて痩せていないと取り柄がないという感覚から、誰もが望み、簡単にはできないダイエットへと挑戦する。痩せることは、最も身近な外的価値の習得であり、ダイエットの成功は、直接的に自己価値を高める。それは、痩せることには価値があり、そのためには努力しなければならないからである。価値意識は、 どれだけ痩せているか、へと変換され、体重増加は恐ろしいほどの価値の低下につながる。他と変わらない体重は、波、平凡、普通であるため、輝くことで、自己不信を払拭してきた彼らには決して、許容することができない。痩せを希求する女性にとって、男性はほとんど意識されておらず、その競争相手は、同じ女性である。人より痩せていることは、 現代社会の価値観においては、勝ったことにつながる。人より痩せることは、常に人より上に立ちたい、勝ちたい、輝きたいと願う彼らの存在証明でもある。拒食は、自己愛の病理と深く関連しており、自己愛精神性を扱うことが求められる。接触障害の病院について、これまで様々な仮説が唱えられてきた。肥満別死、痩せに価値があるという社会文化的要因。 成熟拒否や自己同一性獲得の失敗等の心理的要因、脳機能の異常に原因を求める生物学的要因等である。しかし現代においてはそれらが相互に複雑に関連しあって発症に至ると考えられている。これは案についても同様である。社会文化的要因は案の発症に深く関与している。メディアにおいて痩せた女性、 元気で快活な女性が称賛され、内面よりも外見を重視するような風潮は、案の発症の大きな要因であろう。実際に12から21歳の2862人の思春期少女を18ヶ月間追跡調査したところ、90人が接触障害を新たに発症したが、発症に関与した因子として一人で食事をすること、少女雑誌をよく読むことやラジオをよく聞くことが、 挙げられたという研究もあり、スリムな体型に高い価値を置くという現代の社会背景の影響が伺われる。芸能界やモデル業界などの美を競う業界や、痩せていることが重要だと考えられている、スポーツ選手において、案にかかる患者がいることが注目を集めている。2006年には、ファッションモデルのアナ・カロリナ・レストンが21歳の若さで死亡したことで話題となった。 2007年にはイタリアでの巨食症啓発キャンペーンポスターにモデルのイザベルカロ出演。極端に痩せたムード姿を晒し、細身の体型が常識とされていたファッションモデル界に一石を投じた。カロは13歳の頃から巨食症に苦しみ、撮影時の身長は 165cm、体重は 30kg だった。2010年に死去。 心理的要因が発病に影響しているのは明らかである。海外の研究においては、接触障害の患者は、健康な人間よりも高い確率で幼少期に性的虐待を含む虐待を受けた経験を持つという報告もあるが、他の精神疾患においても高い確率で、性的虐待の起用が報告されており、接触障害と性的虐待を直接的な因果関係は不明である。 また、かつて1970年代などの初期の研究において、工学力や家庭の経済状態が良いことなどが、案の利管理律と相関するという報告がなされ広く信じられていたが、その後の研究ではこの説を指示しないか、むしろ逆の結果が示されることもある。その他にも、力道精神医学的な観点から、様々な考察がなされている。様々な研究が報告されている。 奇質的な脳の病変の存在は明らかにされていないが二卵性創生児よりも一卵性創生児の方が一致率が高いこと。アン患者の家族にはうつ病、アルコール依存、脅迫性障害や接触障害が多いことから遺伝的要因の関与も考えられている。アンの発病に関連する遺伝子もいくつか見出されてはいるが結論は出ていない。死傷部におけるドパミン。 ノルアドレナリン活性の異常を指摘する研究もある。出産時の合併症、頭蓋内出血、低体重などが、アンノリ管理数を増加させるという疫学的研究もある。福井大学の研究チームが、虚食症患者の脳の特定部位、感情や行動を抑制する、下前頭蓋が縮小していることを突き止め、論文を発表した。 拒食症が原因で家前倒会の容量が低下するのか、容量低下により拒食症になるのかの相関関係は未解明だが、拒食症の一つの指標として治療効果の判断基準になりうるとしている。拒食と過食は周期的に繰り返される場合が多く、診療内科精神科医など医師や心理カウンセラーの心理的なカウンセリングを受けることが有効である。 しかし専門性の高い医師は多くはないのが現状である。拒食や過食の食行動以上が注目されやすいが、たとえ体重が適正値に戻っても、その背景にある心の問題が解決されないと、再び接触障害に行ってしまうことがある。背景の問題解決には、周囲の協力が必要である。特に家族ガイダンスは有効である。治療は、精神療法が中心となる。 対象療法として、抑うつ症状には、薬物療法が用いられる、うつ病治療も参照。家族カウンセリングが行われる場合もある。患者が病気であることを否認する場合や、案の存在を容認したとしても治療拒否の姿勢を示す場合はよく見られる。さらには、治療を認める姿勢を見せて、実際には出された食事を隠れて、捨てるなどの行為が取られる場合もある。 治療にあたっては体重増加のみを治療目的とすべきではない。とにかく食べろといった強硬な姿勢を家族や治療者が見せることは逆効果となる。長い間、安と戦っている患者にとって食物を食べること自体が大変な苦痛、恐怖につながるためである。また体重増加以外にも患者の主体性を重視し人間としての成熟、対人関係の充実。 実生活での適応などを援助することが重要である。接触障害全般を扱う自助グループが全国に存在する。治療により警戒した場合、再発や神経性退職症の発症に注意する必要がある。厚生労働省の特定疾患に該当し、治療法についても重点的に研究が進められている。精神療法としては、力動的精神療法。 行動療法、認知療法、対人関係療法、家族療法などがある。栄養リハビリテーションも必要である。また、神経性無色欲症を引き起こすストレスに対する適切な対処行動、気分転換など。ストレス管理を参照を習得できるようサポートすることや、体型や体重以外に存在する患者自身の価値を積極的に認め、自尊心を高められる。 要支援することも重要であるとされる。また、認知行動療法を用いて、食事、体重、体型へのこだわりや信念をアセスメントシートに書き出し、認知最高成法と行動実験を用いて、それらのこだわりや信念を変えていける、要支援する子も有効である。まず認知最高成法では、客観的事実に基づいて、こだわりや信念、パンは、 絶対に食べてはならないなど、を新たな思考。パンを食べると太るなら、世の中、太った人だらけのはず。私は、本当はパンが好き。好きなものは規制せず食べてよい。などに変えていくことをサポートする。次に行動実験を用い、新たな思考に沿った行動をしてみて、その結果から、新たな思考が、機能的であることを実感できる、よう支援する。さらに、 治療者のサポートの元他者との会話の場を設け、体重が増えたり体型が変わったりしても、他者は決して否定的な評価をすることはなく、むしろ気づかなかったり、肯定的な評価をしたりるという事実を確認する、サポートをすることが有効であるというしさもある。なお、食べたら太るのではないかという認知と拒食行動との関連が見られる場合、食事量を増やしながら二週間後にチェックをし、 三食、きちんと食べて二週間経っても、そんなに太ることはないという気づきを得ることをサポートする。接触障害は、心の病理を有する障害であり、薬物療法の効果は、厳局的であることから、他の治療法を容易にする、あるいは効果を高める補助療法として用いられる。日本では、アンは、一般的には、 虚食症の名前で知られており、その患者の実態はたびたびドキュメンタリーとしてメディアに取り上げられることがある。診療ガイドライン、医学書、一般書、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。